今年は豊作になるといいな。そうだな。うっと、シスターリレー。なんだ、また教会の小坊主か。今回はビッグゲームスタジオさんが開発中のブラッククローバーモバイルを紹介していきます。今回は開発版を先行プレイさせてもらえた形なので、ゲームの内容は正式版とは異なる場合があります。その点をご了承の上、ぜひどういった作品に仕上がっているのかをお伝えしていければと思います。よろしくお願いします。ブラッククローバーモバイルだよ。ブラクロだよ。ブラクロ、キクンは知ってる？ブラクロ、僕は名前とそのキャラクターのビジュアルとかをその見たことあるぐらいで、うん、あ、知ってはいるんだね。そうなんです、存在は知ってるんですけど、ちょっとなかなか重い腰を上げられず見られてないんですよ、まだまだ。なるほどね。僕はもうすっかりハマってるからね、もうこの画面なだけでおーって感じだし、まあ詳しくはねここの後やっていくと思うけど、ゲーム自体もすごく原作のストーリーをなぞる出来だから、うん、むしろね今回が初めてっていう人の方が驚きと新鮮さはあるかもしれない。まあこっから、このゲームからそれこそアニメとか漫画に入ってもいいみたいな。いいいいいい、じゃあ進めてってよ。そうですね、じゃあまずこのチュートリアルから進めていきます。とタッチパッドかな、よし。あ、右上にクエストが出てます、うん、アスタとユノ、この2人は、ね、まあ、アスタが主人公でユノがライバル的な、うん、まあ、一応2人とも主人公なのかな。原作キャラですよね。うん、原作のキャラクター。お、これはオート移動ですか。いいね、楽っすね。来て楽だよね。スマホ手に乗ってあなたを幸せにします。だから俺と結婚してください。ごめんね、アスタ、私はみんなのシスターだから。振られるのが早い。まだだ。いや、わかる、シスターいいよね。ごめんね、うん、諦め。いや、あの、だからね、まだまだ、本当にごめんなさい。シスターリリー、ワンボー。しつこーい。お、魔法、もう見ての通り。ごめんなさい、アスタ。アスタはこのようにし、まさに主人公。うん、熱血主人公。熱血ですね。名前ボタンをタップすると話しかけられる。あ、この人がユノ。そう、ユノ。はいはいはい、なんかさっぱりイケメンって感じですね。うん、ものすごく正論を。ダブル正論パンチ。ダブル正論パンチですね。やめとけってアスター、お前がユノ兄に勝てるわけねえじゃん。くらえ、必殺。だってアスター魔法使えないんだから。使えない。そうなんだよ、主人公なのに使えないんだよ。へえ。アスター面白い。センスゼロだな。その年で何の魔法も使えねえとか、マジありえねえ。お前らなんだ、年上に向かってその口の利き方は。うるせえ、この世界は魔法が全てなんだよ。魔法なんて使えて当たり前、使えないやつなんてアスタしか見たことがねえ。いきなり主人公は面白そうでしょ。無能力なわけですね。無能力者なんだよ。なら巻き割りはこの俺にお任せを。あ、ユノ兄とアスタ同じ年でこうも違うかね。あ、同い年なんだ。兄だったら魔法帝直属の魔法騎士団に入るのも夢じゃねえかもな。もうすぐアスタも授与式、グリモワールを手にすれば、うん、触発されて魔法も使えるようになるはずよ。グリモワール、シスター。多分ね。グリモワール、もうすぐもらえる。やっとやっとだ。 3D によるアニメっぽい表現がすごいよね。うん、そうですね。普通にアニメだよね。バージ村公開、ゲームの途中で挟まるムービーがすっごい多い。うん、クオリティが高いしね、丁寧だよね。うん、まあエピソード2もフルボイスだし。おう、行こう行こう。グリモワール授与式、どんなグリモワール。これは原作の設定と、一定の年齢に達するとこの世界ではグリモワールっていうね、うん、魔導書がもらえるんだよね。はいはい。でもこの魔法が当たり前の世界でね、アスタは魔法が使えないと今明かされたから。そうですね、ストーリー動きそうな感じするよね。そうですね、そもそも魔導書が使えるのかも怪しいですもんね。3月、
お、ホタルタンポポの綿毛舞う頃、年に一度クローバー王国の各地で15歳になる者たちを集めて持ち主の魔力を高めるグリモワールの授与式が行われる。すっげー、これ全部グリモワールか。俺のはどれだろう。グリモワールを手に入れればきっと俺も魔法が使えるようになる。すぐにユノに追いついてみせる。グリモワール授与。いるぞ。さあどんな魔導書が来るんだろう。これか、違うな。これが私のグリモワール。どうだ、俺の方が大きいぜ。僕の方が分厚いぞ。あれグリモワールが来ないんすけど。また来年。嘘。マジかよ。一歩言うのは、あら、選ばれし勇者みたいなグリモワールを。そうなんだよ。四つ葉のクローバー。四つ葉、あの伝説の初代魔法帝も授かったという。すごい力が秘められた、幸運が紛れ込んだクリモワール。俺は魔法帝になる。ユノ、待ってろ、すぐ追いつく。俺はお前のライバルだからな。ありえない。神経な村でとんでもねえもんが出上がったよ。いかにも悪者っぽいやつが、ね、はいはい。リプレイでこれまでのストーリーを確認できると。嬉しいよね、これ後で読み返したい。そうですね、うん、なんだお前は。少し前までは魔法騎士団で鎖魔法のレブチとして多少名を知られてたんだがね、追放されて今はしがないただの盗賊さ。グリモワールを使えるのは選ばれた本人だけだが、四つ葉のグリモワールは闇のコレクターにとんでもない高値がつけられ、そのグリモワール俺がいただこう。残念だったね、この場に俺が居合わせて。君の伝説は始まる前に終わりだ。おっと、そのペンダントも金になりそうだ。もらっておくよ。何してんだお前ら。さあ主人公登場。うん、レブチに勝つ。魔法の、どうだよ、魔法力が使えないアスタが。いけ。いいねポーズ。いいっすね。これ原作のアニメーション。おお、アニメほぼ再現されてたね。こんな落ちぶれ野郎相手に逃げてたまるか。お、運動神経はいい。いいとこに気づいたね。さあ主人公の能力はバトルチュートリアルかな。バトルチュートリアルですね、うん、これ戦えるのか主人公は。どうなった。よく動くね、しかもバトル画面も。そうですね、はい、うん、右下のスキルをタップして敵をタップすると攻撃。うん、豪快な右ストレート。おうおうおお、はい、なるほど。スキル2の最初には一定のターンが必要と。でこっちが通常スキルって感じですか。そうだね。おお、出血とかついてくるんですね、デバフもあると。で、スキル1の方はクールタイムなしで使える。なし、うん、基本攻撃みたいな形。なるほどなるほど。この右を押してみていいですか、この一番右。どうぞどうぞ。これは何なんだ。必殺技なんだろうけど、ただ魔法が使えないからね。サジャの舞。
なんつ重い攻撃だ。これがいきなり大ピンチ。町の外の魔導士、体鍛えたくらいじゃ歯が立たねえ。無駄なあがき、ご苦労様。俺はな、この鎖で触れた者の魔力量を知ることができるんだが、お前は魔力が一切ない。お前はこの世界じゃ何もできやしない。何もかも諦めな。生まれながらの負け犬くん。おい、誰が負け犬だ。そいつは負け犬じゃねえ。そいつはアスタは俺のライバルだ。あら、まただ。お、一瞬五つ葉だったけど。だね、クリオガール。やっぱりな、アスタが選ばれないなんてありえねえ。さっきのありえねえの意味が回収された。うーん、なるほどね。確かにお前に魔力はなかった。何なんだそのグリモワールは。クローバーの3枚の羽はそれぞれ誠実、希望、愛が秘められている。4枚目の羽には幸運が宿る。5枚目には気づいてたね、さっき悪魔が住む。うん、アスタが使うグリモワールは5つ葉なんですよ。おー、その体験は剣というにはあれはあまりにも。そうだね。はい、不屈の意志アスタはスキル1で出番を解除し、解除した手数だけ強力な攻撃。さっきの多分出血を解除できるってことかな、うん、面白い性能してるよね。面白いですね、デバフ解除。ということは自分でデバフをつけたりもできるんですか。こっちのもんだ。ゲーム進めてみないと分かんないけど、多分状態異常を駆使する敵にはものすごく強いキャラクターなんだろうね。そうですよね、うん、さあ必殺技打ってみましょう。 SP を10貯めてできる、使用できる。魔力がなくても俺は魔法帝になる。諦めないのが俺の魔法だ。かっこいいな。辛い時にこのセリフ聞いたら泣くんだよ。やばいっすね。、うん、魔法が使えないならせめて肉体でもと思って鍛えた筋肉が役に立ったぜ。アスタ、お、うん、言うの見ろ見ろ、俺のグリモワール。とてつもなくボロボロだけど一生大事にするぜ。よし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 。助けられちまったな。お、この借りはいつか必ず返す。アスタ、約束覚えてるか。ユノこそ覚えてたのかよ。俺てっきりバカにされてんのかと思って。ライバルと仲良くやる趣味はないからな。どっちが魔法帝になるか勝負だ。かっこいい。いいムービーだな。はい、何しとかないグリモワール様式、アスタは魔導書を手に入れ魔法が使えるようになるのだろうかと。新たな魔導士のゴール。はあ、ユノもらえましたね。ああ、なるほど、ストーリー進行でもらえるんですね。はい、これはスキルページ。なんか装備的なパッシブスキルって書いてあるから。ああ、なるほど。セットできるんだろうね。はいはい、2ターン速度 5% 増加のバフをまあキャラにつけられるって感じですかね。お、なんかチビキャラが出てきましたよ。かわいいね。かわいいですね。
まあ、さっきの反射神経はもう体を鍛えてたからっていう構造だったんですかね。魔法が使えないだけじゃなくてやつとは、うんうん、その分体を鍛えるってずっと筋トレしてるキャラクター、はいはい、なるほど、うん、じゃあここはレベルを上げて強くなってもらいましょうか。かっこいい。なんだこの衛星画面。いやかっこいいな。はい、これはスキルページで、魔導士のアクティブスキルを確認できますと。スキルページを装着するとパッシブの効果が適用。さっきもらったやつですかね。うんうん、これをなんかオプションが付けられるイメージなんだね。はいはい、装着するとバフ効果。ほうほうほう、なるほどなるほど。でここで強化できると。経験やすい。うん。で、自動選択ももちろんあると。ありがたい。いいっすね。で、強化します。ほい。いいね、はいはいはい。このステータスは、あれですかね。キャラごとに上がり幅が違うのかな。伸びも違うんだろうね。ワールドボタンをクリックするとワールド画面に開きます。ほうほう。なんか、結構国があるんですね。ハートとかクローバーとか。ワールドマップは、このチビキャラが歩いてる感じなんですね。アニメや原作のコミックだといまいちわからない感じだけど、ゲームだとこうやってちょっとどういったマップ構成なのかが分かって、そこもファンにはちょっと嬉しいかも。そうですね、うん、そんな全体の地図みたいになってるからね。凶暴なクマがいますから、やってますか。抑えてるね、うん、でっけクマが。ここはガチのアリエネです。ガチのアリエネ、ガチのアリエネ、何の膨らみもしなくていい、ありえねえ。はい、じゃあユノ入れてみましょうか。お、パートナーアイコン。動力スキルが使えると。ああ、ね、おーいいな。うん。ちなみに出てくる敵はスマホゲームオリジナルの。ほうほうほう。敵らしいです。四つ葉のクローバーユノは範囲攻撃に特化した魔導士、複数の敵を一気に制圧できます。これ持ってるグリマールもちゃんとこれ表示されて違うんですね。うん、特徴付けが、うん、お強っ。グリボワールによって個性があるんだけど、ゲーム内でもちゃんと反映されていて、うん、中毒を、まあ、解除する。デバフ解除めっちゃ強いな。他のゲームでめっちゃ欲しい。うん、ユノの全体攻撃で削ってアスタで一つ一つ潰していく感じなんだろうね。そうですね。必殺技を使ってみましょうか。ほい。さあムービーが気になる。かっこいい。かっこいい。これは原作でもちゃんと使う技です。おお、いやエフェクトやばいな。お、防御力減少がついた。はいはい、必殺技を使うところでユノの SP が消失されました。パートナー魔導士がいる場合、パートナーアイコンが拾われ協力スキルを使用できます。協力スキルを使用されたね。はい、そうですね。これは6使うのかな、協力スキル。そうだね。おお、やば、熱い。これ原作見てたら超熱いじゃないですか。おい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 、これはこれ見たくなっちゃうな。見たくなっちゃう。これ見たくなっちゃうわ。好みでパーティーを編成したくなっちゃう。じゃあスキル使っていきましょうか。うわー、多段ヒットかっこいい。はいはい、回復。こっち今デバフかかってないんでスキルに使用。投げ払い。いいチョイス。ダブル廃攻撃であっさり。いや、あっさりですね。入団試験。ほうほうほう。さっき2人が言ってた魔法帝になるには国に認められている、そう、この魔法騎士団入らないといけないからね。この試験を目指してる感じ。なるほど。元気でな。ユノ兄、ちゃんと手紙書いてよ。あ。行ってらっしゃい。早く帰ってきてね。すぐに帰ってくるさ。アスタは。なっしゅ。じゃあ、行ってきます。お、待てユノ。みんな、行ってきまーす。行ってらっしゃい。さあ、入団試験に。はい、来ましたよ。回しちゃおうよ。この二人で向かうのは危険だと。仲間を集めよう。やっぱこれっすよ。かっこいい。
いやー、じゃあ行っちゃっていいですか。行っちゃってください。あわよくば可愛い女の子を引きたい。ガチャ演出もかっこいい。いいなー。お、なんか紫、さっき何か、なんか虹色がある。あー、グリモワールになるんですね。なるほど。そうそう、これはスキルかな。はいはいはい、ガンガン見ていきますか。これかっこいいな、このかっこいいね、書かれていく感じが。アクアブレット、はいはいはい。 おキャラクターか、これは。これはキャラ演出、みんな大好き。せっけさん、ブロンダッツァ、すごい名前が特徴的に。せっけくんは人気キャラクターだよ。ほうほうほう、なんか自分の銅像に乗ってるあたり、すごいナルシストキャラっぽい感じが。うん、これは彼の魔法の特徴だね。へえ。お、またキャラクター、お、また同じね。せっけきたね、超強いな。お、今回は別のキャラ。お、かっこいい、アレクドラ。せっけ、せっけ、これはセッケ君だな。はいはい。お、これはクローバー。サリム、サリム君。うん、貴族、バブシャスケ、貴族なんですね。うん、お、お、さっきのレブチ、悪役顔だね。いやー、がっつりですね。鎖魔法とかかっこいいですね。かっこいい。お、これは来たね、 SSR ノゼルシルバー。かっこいい、団長じゃないですか。このキャラクターも通りで。へえ、銀翼の太田が団長、かっこいいな。騎士団の団長の人だね。へえ、おお、 SSR 出ましたね。出たね。これから団長とチームになるらしいですよ。いいじゃん、ゲームだけの。しかも SSR 弾けたね。弾けましたね。ちょっと見ていきましょうか。はい、ノゼルシルバさん、デバッファーって書いてあるね。そうですね、自分に保護というバフをかけつつ。そうですね、敵に中毒とか、なんかバリア解除もついてるね。うわー、でもこれ強いですよ。受けるダメージが 10% 増。本当だ。へー、バフ遮断っていうのも結構使い方によってはかなり刺さりそうな、うんうんうん、よしよし、じゃあ進んでいきますかね。で、自動編成で一応編成できると。お、パートナー、別のパートナーになったね。になりましたね。え、これどうなる。え、これ敵同士だったりとか原作でしたら、パートナースキルとかってどうなるんですかね。そうだ、ネタバレになるから詳しくは言えないけど、まあ違和感はないんじゃないかな。ほう、なるほど。敵だったはずのね、彼がああなったりこうなったりするから。なるほど。お、そして相性ですね。まあ、色的に覚えやすいね。そうですね、緑は青、青は赤、うん、赤は緑。グレートとかバットとか出てるから、これを見ても分かりやすいね。あ、そうですね。うん、よし、いきなりスキル使いたい。絶対に、これは範囲スキル。おお、強い。え、ちょっと強すぎない。はい、詳細を見れる。あー、バットになっちゃってますね。うんうんうん。押し切れたね。押し切れましたね。え、ちょっとこれ協力スキル気になるんで使ってみていいですか。どうぞどうぞ。はい、抜かせ。ああ、そういう感じになる。なるほど、ゆかりのあるキャラクターだと専用演出なのかな。うんうん、いいわ、原作見たくなっちゃうわこれ。アニメっぽい表現がすごくうまいよね。いやー、うまい。漫画的な表現も入ってる、はい、いや、これかっこいい。ド級中層兵、めちゃかっこいいもん。地面割れとるやん。いやー、陥没しちゃってますよ。はい、ちなみにこの右上は多分倍速モードですよね。うん、水軍創生の兵力の銀線、銀の雨、かっこよ、かっこいい、かっこよ、ついよ。さすが団長、さすだん。
からの範囲攻撃。負けたく。範囲攻撃多いから楽だね、道中が、うん、そうですね。競争してるかな。ライバルだからね。入団試験までの道のりもね。うん。おお、こんな山の上にあるんですか。おお、海きれいだな。よっしゃー、やってみせるぜ。今行くぞー。待ってろよー。俺は魔法帝になる。目的地が見えました。魔法騎士団入団試験が待っている。二人は大勢の並み居る強敵たちと競い合い、入団を勝ち取らねばならないのだ。ほらいるね。ゲームだけだと思うんだよね。原作でも登場したこういった街を歩き回れるのは。いやー、これ熱いですね。うん、はいはい、どんどん進んでいきますか。はい、次。お、ユノくん。四つ葉だぞ。驚いてます。五つ葉やぞ。ひどいひどいな。扱いの差が。お、せっけさんが、せっけさん、ふっはふっはさんっても言われてるよ、ファンだよ。ふっはさん、いいっすね。クローバー王国を守護する魔導士軍団、魔法騎士団。国民の憧れである魔法騎士団に入るためには、毎年行われる入団試験に合格しなければならず、魔法帝を目指すアスタとユノは、それぞれのやり方で最善を尽くす。そしてついに、試験の結果だけが残されている。団長勢ぞろい。以上で試験は終わりだ。それでは、番号を呼ばれた受験生は前に出てきてくれ。その受験生の入団を望む騎士団長が挙手をする。おなるほど。挙手した団に入団するか否か、そして挙手した団が複数の場合にどこの団を選ぶかは受験生の自由だ。ただし挙手する団がない場合、魔法騎士団へは入れない。次、164番。はい、まずはユノから。そうですね、これはちょっとアスタが心配だけど。希望者は挙手を。マジで。うわー、全員だ。挙手。魔法帝になるための最善の道を行く。今時期の夜明け団でお願いします。この時点で一番確か成績が優秀だった騎士団に入るって決めるんだね。おー、なるほど。なんで今時期の、はい、さあ、ユノとアスタは正反対なキャラって感じですか。165番、対比だからね。そうですよね。挙手なし。まあなんとなく予想は知ってましたけど。お、ヤミさん。魔力のないお前なんざ誰も欲しがらねえ。絶対強い。お前さっき魔法帝目指してるとか言ってたな。今俺の目の前でもまだ魔力のない分際で魔法帝になるとほざけるか。俺はいつか魔法帝になってみせます。
面白い。うちの団に来い。声がかかりました。ちなみにお前に拒否権はない。黒の防御、黒の防御でクソボロになるほど散々な目に合わせてやるから覚悟しろ。一団の中で一番評判が悪い。なるほど、そこに入れてもらいます。そしていつか魔法帝になってみせろ。はい。いいっすね。ここら辺は一連の流れをアニメで見たいですね。見たいでしょう。気になるでしょう。俺を待たせるとはいい度胸だな。さあ、ヤミさん、団長。エルソフィンラル。チーズ。防御団のメンバーを見るからにやばそうだもん、ね。やばいっすね。悪かったり、怪しかったり。魔力飛行ができねえんなら、お前も何かしらの移動魔法でも覚えねえとな。あ、お前魔力ねえんだってな。ほらよ。お、テレポートですか。今フィンラルと呼ばれたキャラクターの能力がこれだ、ね。ほう。アジトに着きましたよ。晴れて入れてもらってアジトに。これが黒の防御の。どうだ、なかなか立派なもんだろう。はあ、ボロボロですけどね。なんかボソボソ言ってた。あれもキャラクター、そういう小声で喋る。よし、今日から黒の防御に入る。ハージの村出身アスタロワー。いきなりだな。ようこそ最低最悪の魔法騎士団黒の防御へ。はい。なんか爆発しましたけど、飽きさせないでしょう。飽きさせないですね。はい、ということでアスタ君も晴れて黒の防御に入団できて、まあ冒頭が終了した感じなんで、この辺りでちょっとね、まあ、あんまり進んじゃうと原作まだ知らないよって人にちょっと楽しみ奪っちゃうかもしれないし、締めにかかろうか。いやー、この右上のクエスト押したいんですけどね。めっちゃ気になるわ。ゲームから入ってもめちゃくちゃ原作の面白さ伝わるんじゃないかな。自分も原作知らないんですけど、そのゲームのそのストーリーのムービーがめちゃめちゃ多いじゃないですか、うん、なんでそのマジで一本のアニメ見てる感じ。うん、でその世界観にめっちゃ入り込めるんで、いやこれね、ゲームやってから原作見ても全然楽しめますね。全然面白いよね。ファンもやっぱこの再現度というか、うん、原作愛してるなっていうのを感じるゲームの仕上がりだから、うんうん、僕もやっぱすごく嬉しいかもしれない。ブラッククロワーモバイルは現在開発中のタイトルであり、配信期間等は未定となっています。ゲームはね、ご覧いただいた通りだいぶ仕上がっているので、まあそう遠くはないと思いますが、まあ、詳しくは続報をお待ちください。めちゃめちゃ楽しみですね、このゲーム。もしかしたらこの動画が上がる頃には事前登録とか始まってるかもしれないね。そうですね、まあ、そこら辺も期待しましょうか。期待しよう。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。